O-11 はアメリカ海軍の潜水艦、O 級潜水艦の一隻。O-11 から O-16 までの6隻はエレクトリックボート車で建造された10隻とは設計での相違点があるためしばしば別の環球とみなされる。O-11 は1916年3月6日にコネチカット州ブリッジボートのレークトルペードボート車で飛行する。 1917年10月29日にバーナード・ M ・バルークによって浸水し、1918年10月19日にニューヨークで艦長 FW スキャンランド少佐の指揮下収益する。収益は第一次世界大戦には間に合わなかったが、O-11 は1919 19年にニュージャージー州ケープ名で姉妹艦と合流した。1919年9月20日、 O-11 は、ケープ名で、予備役に置かれ、10月に、ペンシルベニア州フィラデルフィアに向けて出港した。フィラデルフィアでの数ヶ月の作業の後、ここソロに向けて出港した。潜水船体は1913年から、ここソロで潜水艦の有用性を示していた。ここソロの潜水艦基地は1920年代まで、潜水艦のオーバーホールや、 試験海域の運用を行っていた。O-11 は1922年にここソロに到着し、乗組委員たちが任務の準備を行った後、1923年春にパナマで何回かの先行試験を行った。10月に O-11 はフィラデルフィアに向かった。O-11 は5年半の現役任務の後、1924年6月21日に、 フィラデルフィアで退役し、フィラデルフィア海軍造船所の司令官に引き渡された。1930年5月9日に除籍され、1930年7月に船体は売却された。ありがとうございます。